それでは時間になってきますので、1年で20回ぐらいで、講義をやりたいと思ってますが、この教科書一応この本を使ってやろうと思っています。それでこれは「ザ・セル・モリキュラー・アプローチ」ということで、第7版という本になっていますが、以前の版を持っている方は比較的変更点はそんなにたくさんあるわけではないんで、前の、本を使っていただいても構わないんですが、この講義でやりたいのは、一番皆さんと一緒に考えたいと思ってますのは、いわゆるシンギュラリティっていうデータをいっぱい取って、それで、ロボットやなんかでデータをいっぱい取って、それをもとに計算すれば生物の様相もかなりわかるんじゃないかと。科学とかデータを取って人工知能をやっていけばわかるんじゃないかという時代が来てる一方で、そのシンギュラリティ以降の生物学っていうことが人間が貢献するとしたら、どういうところが一番大きいのかなっていうことが分かっていくような授業を一番やりたいというふうに思っています。で、そのシンギュラリティの生命科学っていうのは何かっていうと、やっぱり遺伝子のが一番インパクトが多かったと思うんですが、生命科学っていわばポリマーの物理科学みたいなところがありまして、 DNA っていうポリマーだとか、タンパク質っていうポリマーだとか、そういう高分子化学が複雑なものを作っていくということで、高分子化学は例えばポリマーですと DNA ですと、塩基の配列に置き換えることができます。それでその配列の解析はシークエンサーで非常にたくさんやることができるし、シークエンサーでデータをいっぱい取って、それをどんどん解析すれば、コンピューターベースでいろんな AI やなんかでノーリッジを作ることが、それからもっと進んでいくと、そのコンピューター、配列をもとにエクソン、コーディングの配列を推計することもできて、コーディングの配列をもとに今度はこれをアミノ酸に翻訳して、アミノ酸の配列ができるときは神谷さんやなんかもいらっしゃってるけど、分子動力学の計算でそのポリマーを水の中に置いて動かしてみることもできると。そうするとどんどんそういう意味でのサイエンスは、データを取ればやられるサイエンスっていうのも進んできます。ところが、そのデータを取るっていうことが結構難しくなってくるところっていうのは、ポリマーが他の集合体とかと合わさっていくっていう。ですから、シンギュラリティ以降の生物学で一番難しいと思っているのは、実は超分子構造っていう、スプラモリキュラーストラクチャーっていう。これを見ていく方法論を作るっていうことが大事になります。それで一つの方法でずっと詰めていけばデータがいっぱい出るっていうんですが、このいろんな方法で詰めていくとですね、実は生物っていうのがそんなにうまくいってなくて、こっちのメカニズムで動いてるのと、こっちのメカニズムで動いてるのとバッティングをしていく。で、研究方法でもこっちで研究してるのとこっちで研究してるのが違うデータが出てくるっていうことがいっぱい起こってきます。これは一番大きいのは時間スケールが違う問題を間違えてみちゃう。それから空間スケールが違う問題を間違えてみちゃうということで、この問題が解けなくなる。それで、おそらくシンギュラリティ以降の生命科学は一つの分子ではなしに、この超分子構造のなす生物学というのを見ていくということが大事じゃないかと思っています。それで、この教科書の、実は第1章の1の1のテーブルというのは、真核細胞と原核細胞っていうのがどういうふうになってるのか。これはあれですね、膣の上皮細胞にバクテリアがくっついてる。バクテリアがこう、ちっちゃいバクテリアが大きな、上皮細胞にくっついているというところが書かれていますが、この教科書の1の1に書いてあるのは、真核細胞というのは核があって、核の中に DNA があると。それで、
原核細胞っていうそのプロカリオートは核がなくて DNA がずっとある。それ大きさも小さいけれども全然こう真核細胞と原核細胞と違っているものが実際には見ること。それでこのなぜこの今の真核細胞っていうのが複雑になってるかっていうと、実はあの酸素を使えない古細菌ですよね。これに酸素を使う菌が共生したというふうに考えられている。ですから酸素を作る葉緑体が入ったのが植物だし、それからミトコンドリアだけが入っているのが動物というふうに考えられます。それでこれがなぜ大事かっていうと、酸素を使わない例えば嫌気的解凍ではATP がグルコース1個から2個しかできないでピルビン酸で終わってしまうわけですが、これがこのちょっと緑色って書いてありますが、あの草色みたいになっているミトコンドリアへ入ると TCA サイクルとそれから電子伝達系で、あの後期的な解凍系をやると ATP が30個以上できると。だから非常にあのエネルギー効率が良くて飢餓でも生き残れるようになるという可能性が共生によって生まれます。ですからこの大きな細胞と小さな細胞みたいなものが実は共生しているのが今の我々自体の細胞が進化論的にできてきたということの特徴であります。それでもう一個ですね、あの宇宙生物学とかなんかの人たちが言うのは、どうも地上のこのポリマーがですね全部地球上でできたというのにしては地球ができて、今の年代測定法がどの程度当たってるか分かんないけど5億年ぐらい経つと突然ポリマーを持った生物ができてきちゃう。それでそれから30億円か40億円経って我々の生物になるわけですが、この教科書では最初の生物ができるのは酸素だとか窒素だとか水素だとか二酸化炭素やなんか混ざってる中に電気の火花を散らせばいいって言うんですけど、宇宙空間で見てるとはるかに大きい可能性はどっかにはるかに進化の進んでた星があって、そこで先日も能見さんっていう質量分析能見防災のオーナーだった方ですが、先ほどというかのお昼を一緒に食べたら、彼はほら核酸とかタンパクが気化するイオン化するところをやってるわけですが、そうすると宇宙の物質見ると、例えば地球が今破裂したらきっと DNA のかけらなんかイオン化していってるであろうと。それで地球に来た5億年前に突然生物が始まるのは、もちろん地球で全部のポリマーが作られる組み合わせが起こった可能性もあるけれども、もう一つは宇宙の中でもっと長い歴史を持ってる星があって、そこから地球にそのトグマスじゃないですけどイオン化したあれが飛んできたかなんか分かんないけれども、そういうものがあった可能性の方が強いんじゃないかということを言っています。それで宇宙の中でポリマーがとにかく飛んできた。それからもう一つはですね、超分子複合体でもう一つ複雑なのは、ご存知の通り我々の細胞っていうのは水の中で、集合体ですよね。脂質の集合体がコンパートメントを作っています。それで超分子複合体が大事なのは、単なる今まで我々が学んでいる複合体っていうんではタンパクがこう集まるとかそういうものばっかり考えていますが、超分子複合体生物が作っていくときにはそれがたくさんの分子が集まるという濃度に依存するような過程ありますよね。脂質やなんかを扱っている方はご存知かもしれないけど、こういうものが集まっていくには濃度が大きくて、クリティカルミセラーコンセントレーションって永井先生から聞いたことあります。聞いたこと、田中先生はご存知ですか？ CMC SDS は非常に低い濃度でミセルを作るけれども、オキシルグルコサイドはかなり高い濃度にならないとミセルを作んないから、オキシルグルコサイドはいろんな膜タンパクを回路化するのに簡単で、こういう脂質が集合体を作るときはかなり濃度に依存した現象で起こります。だから我々がさっき言った超分子複合体を考えるときにいろんなこうメカニズムがバッティングするところを考えるのが
シンギュラリティを超えていく人間の重要な活動だって言いましたが、濃度で変わる、時間で変わる、それから空間スケールで変わるっていう、そういうもので変わった性質を持っていくものが次々出てくるということがすごく大事じゃないかと。だからその生命科学を超分子複合体で考えていくということがすごく大事なんじゃないかと。で次に植物と動物というのが出てまいりまして、植物はまあさっき言った通りミトコンドリアの他に葉緑体を持っていて、まあ、酸素を作り出す共生生物を入れちゃってるみたいなところが特徴ですよねということを申し上げましたが、植物はもう一個大きいのは動かないから、普通動物は脂質の二重層でこういうふうにできていますが、この二重層の外側にもう一個細胞壁っていう膜を持っている。それでこの細胞壁、セルウォールの方はポリサッカライドがうじゃうじゃあって非常に硬いっていう、だから動かあんまりこう運動しにくい代わりにこう非常にしっかりした構造を持っているということが植物の特徴で、まあ植物細胞と動物細胞というのが異なった進化を遂げてきたということがもう一つ大事になると。それからこの教科書で次にまあフィギュアの1の6とかなんかで出てきますのは、この膜構造がさらに進んで細胞の中でオルガネラという、まあ、二重膜をちょっと1本で書かせていただきます。本当はこれが脂質の二重膜なんですが、こう例えばいろいろ中へ入って、それでここに核があって、それからミトコンドリアというのがあって、二重膜がまたこう、これ全部二重膜ですから、それから核の周りにER というのがあって、これが核から RNA が来てタンパクを合成いたします。それで昔はここの間をベシクルがトランスポートするという考え方も強かったんですが、まあ、柴崎先生とかいろんな方もメンブレンの研究をやってる方は、実はこの ER のメンブレンがプラズマメンブレン、角膜とくっついている、ここが大事じゃないかということが最近言われてまして、これをプラズマメンブレン、アソシエティドメンブレン、それから ER がゴルジ体とこうくっついている、これがミトコンドリアメンブレン、アソシエイテッドメンブレンというマムっていう領域があるっていうふうに言われています。それで膜構造がですからアセンブルしていって、まあ、膜の中にいろんなタンパクが埋め込まれていて、このタンパクがまあこのアソシエーションを作るわけですが、こうした構造、例えばカルシウムは細胞の外には人間の体の中いっぱいありますが、細胞の中には少ない。それでよくサルコ、まあ、ER みたいな構造にカルシウムが溜まってるっていうことが大事って言われるんですが、こういう構造を見ると実は細胞の外のカルシウムと細胞の中のオルガネラのカルシウムというのも結構入り口があるかもしれないということが気になってきます。それからよく、まあ、今大沢先生なんかやってるフォスファチルエタノールアミンっていう特殊な脂質があるんですが、これは細胞の内側に多いっていうことが言われるんですが、オートファジーっていうのを始めるシグナルになる脂質なんですが、これはミトコンドリアの内側に一番多い。ところがフォスファチルエタノールアミンを作る酵素というのはみんなこの ER の側にあります。ところが作られたフォスファチルエタノールアミンはミトコンドリアの内膜の方にいっぱい集まっていって、それでミトコンドリアの内膜のフォスファチルエタノールアミンが外へ出てくると、マイトファジーっていうミトコンドリアを食べちゃう現象が起こっちゃうというふうに、膜を介して物が移動するということが実は生物の認識の連続的な過程かもしれない。そうすると細胞膜っていうのがかなり情報をこう受け取ったり渡したりっていうのの中心的な場になるかもしれないんで、そうすると実は生命科学っていうのはポリマーのサイエンスだけではなくて、
超分子複合体、要するに集合体のサイエンスをやるということがすごく大事なんじゃないかというふうに考えられています。それで次の図の1の7で出てくるのは、まあ、いろんな、なんていうんですかね、進化の系統樹で古細菌っていうのができて、一方でこのミトコンドリアみたいなものの原型になるような細菌が出てきて、それから、まあ、真核生物っていうのができてくるということを書かれていまして、そこで、まあ、生命科学の研究のいろいろな道筋になっている、まあ、多くの動物、生物が、植物が紹介されてきます。で、まあ、全核細胞で一番有名なのは大腸菌これは、まあ、E. コーライというのが最初にあるわけですが、それからその次に一番研究されてくるのが酵母で、分裂酵母、まあ、セレビジアエですね。それが結構大事なものとしてできてくる。それからゾウリムシ、原生生物のあれでは、それから線虫、これは1000個ぐらいの細胞の系譜が全部決まってるっていう、こういう虫ですね。土の中にいる細胞が1000個ぐらいの虫。それから粘菌、粘菌は1個の細胞で動くのと、たくさんの細胞が集まってこう、なんか1個ずつバラバラいるのと、それが集まって1つのあれを作るっていうことで、面白いことにミトコンドリアっていうのはスターウォーズのフォースの元になってまして、それから粘菌がターミネーターの形状記憶あれのモデルだっていうことは有名な話ですが、アメリカの SF 映画は生命科学者がヒントを与えてる、ターミネーターの、ターミネーターの2でしたっけ、溶けちゃうやつが戻っていくのは粘菌をモデルに作っているっていう有名な話がありますんで、覚えておいていただくといいですが、そういうことがモデルになっています。それからこれがだんだん来まして、まあ一番有名な、だんだん症状バエ、それからネズミ、それからまあ人の生物学で人の神経活動を見るモデルとしてサリアなんかが使われているというような、まあ、生命科学の展開が、一つはいろんな生物の集まりのものを見ていくということでやられているということで、まあ、代表的な生物の写真が挙げられています。一方で植物の細胞の特徴というのもこの本によく書かれていますので、興味を持たれたら、このいろんな、まあ、なんていうんですかね、酵母を使った研究、それから、まあ、酵母を使った研究がなぜ大事かっていうと、まあ、酵母のあたりから、まあ、エピゲノムみたいな DNA とかヒストンの修飾っていうのは大きな役割を持っていって、何が変わるかっていうとですね、もともと単細胞の生物はゲノム配列から RNA が作られて、タンパクが作られて、まあ、酵素が働いて糖を作って、糖が増えたらまたそれをたくさん作らないようになってという、こういうフィードバックが一番あります。ところがそれがですね、適応を繰り返すと、その1回ごとにそれをやるのがめんどくさいから、遺伝子の中でこれはよく使われますよと、これはよく使われませんよっていうふうに、まあ、ヌクレオソームっていう DNA がヒストンに巻きついて、ある領域が指定されるという超分子複合体に記憶が移っていってしまう。だから配列の記憶のより上位にヌクレオソームによる記憶というのが出てきます。それでこのエピゲノムのセットをさらに固定化していくと、多細胞生物ができてくる。だから、生物の中でフィードバックの制御が1個あるんですが、フィードバックの制御を繰り返して使っているうちに、フィードバックの制御をある程度固定して使える仕組みができてくる。それで固定して使われるようなフィードバックの制御をさらに固定して、
細胞の中でより長い時間使うようになったのが細胞の分化と。だからこうフィードバックの重なりが時間軸で進化して、そのよく適応という現象と多細胞生物、細胞分化っていうのは違うように教えられるのが多いと思うんですが、細胞の変化として見ると1個の細胞にそのただのゲノムからタンパクが作られて、タンパクが何かの変化を感知してまたゲノムを変えるっていう単純なフィードバックからだんだんあの複雑なフィードバックになっていって、フィードバックが、まあ、例えばエピゲノムの場合にはこれも後々に出てきますが、ゲノムレベルでの最初の対応がエピゲノムになっていくときには、細胞の中にシグナル経路が2つ来るとエピゲノムが変わるみたいなもの、それから繰り返し来るとエピゲノムが変わるみたいなものが起こっていきます。それでエピゲノムの変化のセットが何組か変わると、その細胞の仕組み全体がより長い時間変わるっていうのがいわゆる細胞分化の正体でありまして、その細胞分化の正体っていうのも眼科っていう問題で見ると、今も私どもにはよく分かんないのは、幹細胞っていうステムセルが癌になるのか、分化した細胞が戻って癌になるのかっていう議論がありますが、多くのところではやっぱり一旦分化した細胞が癌化する可能性もかなりあるんじゃないかというふうに考えています。まあ、iPS 細胞やなんかの示したのはそういう生き方のルートを、まあ、人為的に作り出したということだと思うんですが、そうするとゲノムレベルの変化がエピゲノムレベルの変化になって、より上位の概念としては細胞分化とか脱分化とか癌化とか言われるようなものが起こっているような仕組みっていうのが考えられるんじゃないかというふうに思われてきます。それで今回の20回の授業でそれをやっていくときに、まあ、あと19回で話していくのはここのことが一番、超分子複合体というののレギュレーションというか、そのレギュレーションじゃないんですね、こうぶつかり合いながら一つのレベルでいっているという、そういうダイナミックな様相というのが生命科学で一番難しいところじゃないか。だから濃度の違い、時間スケールの違い、空間スケールの違いというので、異なるものをどういうふうに合わせてうまく使っているかというスイッチングの仕組みとか、そういうところがすごく面白いんじゃないかと思います。それで今日の第1回はですね、ところが全然違った方向にこの教科書は展開しておりまして、何を第1回で一番やってるかっていうと、顕微鏡の話です。見るということ。それで今日はこの教科書に書いてあることに加えて、この教科書で書いてあるのはトップダウンで環境、個体、臓器、細胞とだんだん大きい方から小さいものを見ていく方法というのを非常に語られていますが、私の講義でもう一個加えたいと思うのは、ボトムアップで分子からポリマー、ポリマーから超分子構造っていう集合したりしたものを推測するっていう、そういう機能の両方が合わさり出しているっていう、この2つが合わさるところに、またさっき言ったシンギュラリティ以降の生命科学者としてぜひ理解しておいていただかなくては問題があると思っています。それで図の 1-23 あたりからは顕微鏡の話になります。それで顕微鏡っていうのは、ものを大きくして見るっていうことで見ていくわけですが、顕微鏡の一番の問題は解像度の限界です。いろんな光でもってものを見たりしますが、ある光点を持って顕微鏡で大きくしていくと必ずぼやけていってしまって限界が出ていき、この顕微鏡の限界というのをまず理解していただくというのがすごく大事になります。この顕微鏡の限界っていうのは何かっていうと、実際の本当の意味はですね、平行で来た光が一旦こうレンズを通していって再度合わさるときには解説像みたいになったものだけが捉えることができるっていうことになるところが大きいです。
相田さんなんかこういうのはよくご存知じゃないですか。最近ちょっと内屈線顕微鏡とかを、だから実際にはあれですよね、光が1波長ずれて強め合うことになった光のみが観察されるようになりますから、解像度の限界というのが、我々の見てるのがいろんなところへ行くけれども、解像度というのがどういう問題かっていうと、直感的に言えばここの左の図みたいな話になるわけですが、光の波長でそれが解説してできていくところで見ていきますから、この2つの光の点があったとしても、実際に像ができていくときに波長に応じてぼやけていきます。ぼやけていくのが大きくなると、2つの重なりが分けられなくなってしまうということで、解像度は波長によって決まっていくということが一番問題になります。それでじゃあ波長のどんどん短いのを使えばいいんじゃないかということでできてくるのが電子顕微鏡。これは電子顕微鏡の解像度を今のレイリーの式でいくと、いろいろ解いていくと、例えば10kV っていうんですか、10キロエレクトロンボルトならば、解像度は0.1 ナノメーターが1オングストロームですから 0.12 オングストロームと、それからもっと上げていけばこの 0.0038 ナノメーターだから 0.03 オングストロームということで、オングストローム以下のものまで顕微鏡で見ることができるようになるはずだということが考えられます。ところがですね、タンパク質の構造を実際に見ると、顕微鏡で見るには小さいし、それから水の分子にあたって分子は揺れていますから、凍らせて顕微鏡で見るということで、これをクライオ電検という瞬間的に凍らせる技術っていうのがいろいろ作られて、原理的には 10kEV で 0.12 とかなりますけれども、電子線を強くするとエネルギーが高くなりますから、タンパクを焼いてしまいます。電子線を強くするとエネルギーが強いから、電子線側が当たるとタンパクが動いてしまいます。ですから電子線を当てるにしても、エネルギーの上限と、それからタンパク質の表面面積あたり、例えばここに1個のこういうモワモワっとしたタンパクがあったとして、この1平方オングストロームあたり、今我々の使っている顕微鏡ですと、この電子線を20個から50個当てると焼けてしまいますから、上限が20から50ぐらいでタンパクが焼けてしまうということで見えないということになってしまいます。それでじゃあこの問題をどう解くかっていうとですね、実際は1平方オングストロームあたり20画素しかない絵でも、1万枚あれば20万画素になりますよね、同じ絵が。だから同じ絵をたくさん集めればいくらでも細かく解像度を上げて見ることはできるようになります。ところがですね、タンパク質やなんかの場合は、この二重の曖昧さのある問題っていう不良設定問題っていう問題を解かなくてはいけない。それは何かっていうと、一つは元の構造がそういろいろ想像されるものはあるんだけど、本当にどうかは分かっていない。それから本当にどうかが分かっていないものが、上下左右前後こうくるくる三次元的に回っています。それでこの三次元的に回っている、だから二重の曖昧さのある問題を解くっていうやり方がこれから推計で必要になる。だから普通はこれ不良設定問題で簡単には解けない、二重の曖昧さ。それこれの一番有名なのは暗号ですよね。暗号は普通二重の曖昧さをかけ、二重の処理をかけて暗号を作るというふうになります。それでこういうのを解いていくときに、いわゆるベイズ推計というのを使っていくということで、確率論が変わっていく世界を使っていくという、確率の分布が変わっていく。
今一般に使われているフィッシャー統計というのは一応正規分布を前提に、この統計学の創始者のフィッシャーは、実は推計学はベイズ推計の方が古くからありまして、ところがフィッシャーはベイズ推計というのを徹底的に排斥したんですごく有名。フィッシャーがなんでベイズ推計を排斥するかというと、1回ごとに確率が変わっていくような推計をやると計算量がすごくなってしまって、紙と鉛筆で計算できないと。だからフィッシャーの生きた時代にこのベイズ推計みたいにしてやっていくということは難しいということ。それでベイズ推計の一番簡単なのは、何回ももう話していますが、モンティホール問題というんで、こう確率が変わるごとに結果が変わっていくということで、一番有名なのは3つの扉の後ろに1つ当たりがあるという問題で、それで解説者が1つだけ扉を開けて A と B と C のうち C が外れですよというふうに言った場合に、その残りの2つの中でどれを変えていくかということであります。それでこの場合にですね、どういうふうにやった方がいいか、例えば今ここで問題になるのは、ベイズ推計的にいくと A かまたは B または C というのを考えた場合に、その B または C を見て C は違いますよと言われた場合には、 B に変えた方がいいか変えない方がいいかっていうことになりますが、確率論が変わっていくという考え方ですと変えた方がいいということになります。それで実際にランダムに箱の中に物を置いてやっていく、まあ乱数表で箱の中に正解を置いて当たる確率を見ていくのを、まあモンテカルロ法という乱数表を使って置いていくやり方でやると、確かに A を選んでいて B または C のうちで C 型が外れですねと言われた場合には、変えた方が当たる確率は倍になります。それでそのまんまでいると3分の1で終わってしまう。だからこれが有名なモンティホール問題っていうんですが、ある回答者が A を選んだと、それで B または C の中で司会者が C は外れですと言ったらB に変えた方がいいっていう、要するに1回情報が変わるごとにこの情報を変えていくっていうことになります。そうすると今クライオ電検でやってるやり方はどうするかっていうと、最初にモデルを置いて、そのモデルをもとに1個の像があった場合にそれが何度ぐらい回ってる可能性が高いかっていう計算をまず当てはめちゃいます。それで何度回ってるかという計算をもとに、それと最初の像の平均値を取ります。それで次にその2番目の像を見るときは、今の像平均値の像をもとにこれが何度回ってるかという計算をします。よろしいですかね、計算法。今のクライオ電検のやり方の難しいのは、最初あるタンパクを見るというときに、まあ今まで他のタンパクの配列やなんかで求められているものをもとに、まあこういう像がありますよと。それで最初のこういう像があったら、この像はこれが何度回ってるかっていうのを角度を仮定して、回して戻したらこれ、まあ例えばこういう格好だとしたら、これを横から見れば四角に近くなりますのでということで、勝手に回して戻して、それをもとに場所を考えて、これを平均値を取っていっちゃう。それ次の像がこういうのがあったら、これをまた何度回したら一番近いですかっていうのをやって、ですからこういうのをイテラティブインファレンスっていう繰り返し推論っていうのをやって、繰り返し推論をまあ何万回とかけて解像度を上げていくっていうのがクライオ電検のやり方になっていきます。ところがですね、クライオ電検をやるときに一番問題になるのは、そうすると元の像っていう問題があります。これはクライオ電検で、例えば非常に小さい、例えば1000オン、まあ小さくも100オングストロームから1000オングストローム 10ナノメーターぐらいでもいいですが、10ナノメーターぐらいのものを見るっていうようなものをやってった時に、そのゴミも非常に多くなりますから、ここで問題になるのは、この
きちんとした元のサンプルがきれいでないと、ゴミがいっぱいあるぞから今のベイズ水系をやると、ベイズ水系が収束しないで発散しちゃうから、この何を粒子と見るかっていう、何をシグナルと見るかっていうところでフィルターをかけちゃうと好きなように結論がない。これは、リチャード・ヘンダーソンという、まあ、クライオ電研のおそらくノーベル賞をもらうかもしれないケンブリッジの学者が、そのマオさんっていうハーバードの中国人のエイズの論文を批判して、まあ、フィルターのかけ方がおかしいから、みんなこのマオのやり方だったらマオのデータをもとにアインシュタインの像に近いものを粒子と認識するアルゴリズムを入れたらきれいにアインシュタインの像ができましたっていう論文を書き、したらマオさんが怒って、いや私の全データはもっといっぱいあるからそんなことにはならない、したらまたこのリチャード・ヘンダーソンは意地悪で、今度はマリリン・モンローのフィルターを作って、そのマオさんの元データっていうのを全部乗っけたらマリリン・モンローになりましたっていう返答をしているという。だから元のデータが非常にノイジーなものだと、こういうベイズ推計というのはどんどんいい加減なことができてしまうという、実はイテラティブインファレンスは毒にも薬にもなる大変なもので、どのようなこうイテラティブインファレンスが有効になるかということはやっぱりウェットの感覚がないとダメという。だからシンギュラリティ以降の生命科学ですごく大事なのは、実はデータのクオリティというものが経験的な知識に結構基づいているところがある。その経験的なこれがきれいですよというフィードバックがないと、やっぱりデータをいくら集めてもロボットでやってやればうまくいくというふうにはいかない。だからデータの精度というの問題が非常に出てきまして、実は生物学の実験で一番インチキっていうか難しいのはチャンピオンデータという、電気エドやなんかをやって非常に実験がうまくいった時、細胞も良くて生成も良くて分析も良くて、まあ、うまくいった時のチャンピオンデータといって、下手なデータで10回失敗しても1回チャンピオンデータがあるとチャンピオンデータを信ずるっていう、そういう研究者の独特なフィードバックの仕方があります。このチャンピオンデータの問題というのは、実はデータの元々の品質の管理というのがうまくいった時のデータと、品質管理がうまくいってない時のデータは一緒にしてはいけない。だから今医学統計で一番信じていけないのはメタアナリシスという解析の仕方でして、これはほとんど信憑性に乏しい結論が山のように書かれています。要するに一つ一つのデータの品質管理が違うものを合わせてやりますと、品質管理は非常に難しいです。シンギュラリティ以降の生命科学で一番難しいのはこの経験的な品質管理の度合いというのをどういうふうに科学的な尺度へ置き換えていくかということが一番難しくなってくる。特に次元を減らして増やすようにするといい加減なことがいくらでもできるということで、いわゆる成果主義とか、それからいろんなプロジェクトを測るのにキーパフォーマンスインデックスっていう KPI というのはよく言われますが、これは基本的には使ってはいけないやり方の代表的なものです。ですからキーパフォーマンスインデックスというのは、次元を3次元4次元のものを例えば1次元までに落としますんで、その1次元のものから2次元3次元4次元とやっていくといくらでも怪しげなものが入ってしまう。だから科学で一番大事なのは多次元のものを多次元で評価する仕組みというのを考えていくところというのが、これからシンギュラリティ以降の科学で一番難しくなるのではないかと思っています。それこれはクライオ電研で、まあ、ベータガラクトシデースの、まあ、電研のイメージ、左側に写っている4万個のものを集めてベイズ推計によって4万回のイテラティブインファレンスを繰り返して、まあ、最初にスブラマニアムさんが 2.2 オングストローム、この部屋で去年ぐらい来てくださって講演されましたが、最初にその 2.2 オングストロームまでやってった時のやり方であります。だけれどもそこで実は非常にその次に大変な問題が起こってしまいまして、その大変な問題というのは何かっていうと、実は粒子がいっぱいある場合にどうするんですかという。これはグルタメートレセプターという分子ですが、
電源を取ってる時に3つの状態が混ざっている。オープンの状態とクローズの状態とインターミディエートが混ざっていますよと。そうするとこの中からオープンのものだけ、開いているものだけ選んでオープンの像を決めるということはできます。それから閉じていると思える状態だけを選んでその閉じているというものを推計することもできますし、インターミディエートというのを推計してやることもできます。だけれどもこれは統計学のもう一つのインチキでして、 K ミーンズとかいろんなやり方でよく言われますが、一体それがいくつに分けられるかっていうのを仮想することによって分けられた結論を全然変えてしまうことができます。たくさん粒子があるとこの分けていくのを恣意的にもし分けてしまうといろんなものに当てはめてしまう。さっきのだからゴミみたいな粒子をいっぱい集めてマリリン・モンローに似てるやつを集めてマリリン・モンロー粒子、それからアインシュタインに似てるものを集めてアインシュタイン粒子って言っちゃうと、このゾウのエイズのウイルスのゾウの中にはマリリン・モンローとアインシュタインがいますよみたいな結論を導き出すことも不可能ではないというふうになってしまいます。それでそれは一体この元のゾウがどの程度あるかっていうことをどういうふうに確かめるかということで、今度はボトムアップで推計するということを合わせていく必要が出てきます。この推計をするために今取られているのは分子動力学の計算やなんかでして、そのタンパクの動きをフェムト秒ごとに予測すると次の予測は随分正確にできるということが分かっています。それでまあ1マイクロ秒の動きをまあ10の9乗ステップ例えばやるっていうと、それはまあ1 CPU で1ステップ1秒かかるとすると32年かかってしまうけれども、これを例えばスーパーコンピューターの K で行うと3日で行うことができるっていうふうになります。それで分子動力学計算でまあ今日ではこれ水が当たってですね、例えばあのメチルキアなんかっていうのは水が当たるとすごくよくくるくる回るような予測が成り立つのが分かりまして、その水の中で高分子の速差の動きというのを割と正確に示すことができます。それでよく疎水性っていうのはくるくる回るような分子のところへ水が行くと弾かれちゃうみたいな現象も反映している面が強いというふうに原子レベルから考えると考えられます。それで今原子レベルの想定を正確にしていくためには3ウングストローム以下ぐらいの精度で、まあ、原子の位置がどこへあるかっていうのを一旦固定して像が取れるということがすごく大事になってきます。それであの水の中のフォールディングというのはとても大事な問題でして、このポリマーとして合成されたタンパクが水の中で水とぶつかりながらいろんな格好を取っていくということが問題になります。それでちょうど私が MIT に行ってた頃にコールマンという人が水の中の、まあ、分子の動きの予測をやろうとしたんですがあんまりうまくいかなくてフォールディングの計算に失敗しました。それでこの30個ぐらい、これはあの BJ パンデっていう最初にこのビリンのフォールディングをやった人のホームページから持ってきたので、水の原子が分子が除いてありますが、これ実際に水にぶつかって徐々にこう形が固まっていくっていう過程を計算することがまあ、あの2000年になって21世紀になってできるようになってきたと。それでこのコールマンがやった当時に、まあ、クレイのスーパーコンピューターっていうのは今の iPhone 以下の能力しかなかったですから、このこういう計算をやるのにはコンピューターの能力というのが非常にたくさん必要なことが分かります。それでビリンのまあ生物学的に結晶構造として取れているものと非常に近いものがこの取れるようになりました。それで先々週仙台であの日本薬学会というのがありまして、あのスブラマニアム先生ってこの世界のクライオ電源の第一人者が来て私司会をやってたんですが、あの薬学会というのは非常に8000人ぐらいの薬学部の学生さんが
黒いリクルートスーツとかあのリクルートワンピースじゃないですけど、そういうのを着ていろいろやる学会で、そのスブラマニアムさんの質問のセッションの最後のところで一人おずおずとこう学生さんが手を挙げて質問をしました。それでなんかその人が言うのにナチュラルプロテインソリューションプロテインとかなんか誰も分かんないんで日本語で説明したら通訳してあげるからって座長してあげてやったら、凍らせたタンパクと結晶構造のタンパクと水の中のタンパクとが同じものであるという保証はどこにあるのかということをその学生さんが聞きました。そしたらそのスブラマニアム先生がそれはとてもいい質問だと言って一生懸命説明を始めて、学会長が飛んできてもうこのメイン会場はこれで終わりだからやめにしてくれって言われたんですけど、まあスブラマニアム先生が言うのには結晶構造っていうのはたくさんの構造がビタ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 詰まって結晶を作んないといけないからかなりこう高速の多い条件である。それでクライオ電圏は水の中にあるタンパクを一瞬に凍らせてるからまだそれでも本物らしい粒子がいっぱいあるっていうことは言えるけれども、凍らせた時にどの程度違いがあるかは分からないと。それで分子動力学やなんかとクライオ電圏と合わせてやっていくと分子動力学的に推定される存在の分布ですかね、まあ、分子動力学で見ると時間的に長くある可能性のある状態というのが分かるから、時間的に長く存在する可能性のある状態が何個ぐらいありそうで、その何個ぐらいをもとにこの存在を推定していくということが結構こう正確な像の認識になるかもしれないと。だけどそれはもっと別の方法と合わせてやっていかないとやはり確率論的に合うっていうことが言えないんじゃないです。本当に正しいということはまだまだ難しいけれども、従来より一歩いいものに近づいていくということが言えるんじゃないですかということをおっしゃっていました。それであのこれからまあ20回の講義でやりたい超分子構造の推計っていうのは、結局今言ったようなたくさんのまあ存在の可能性のある中でこういうものの存在の可能性が強いということを、まあ、トップダウンで大きな構造からだんだん小さい構造で見ていくことと、それからボトムアップで小さい構造から大きい構造を推計していくなり見ていくことを合わせてやっていくという作業で、一つの確からしさを求めていくっていう作業が今の生物学になるのではないかというふうに思っています。それでこの後教科書で、まあ、見るということの他に、方法論では2つ書いてありまして、もう一つ出てくるやり方は、フィギュアの40のところでは細胞をすり潰して生化学的に分割していく、すり潰して、まあ、細胞核とか、いろんな膜とかそれを、まあ、すり潰して超遠心で分けていく方法、それからもう一つは細胞培養ですね。カルチャーでやる方法ですから、見る方法と培養とそれから生化学的に分離して分割していくという方法、これはあの生化学的な方法というのは実は超分子構造の分離分割方法というふうにご理解いただくといいと思うんですね。あの分子の凝集体を、脂質とか核酸とかタンパクの組成によって比重で分けていくというのが生化学的な方法です。それで細胞培養というのは多細胞生物の臓器の中に閉じ込められている細胞をこのバラバラにして培養しますんで性質がかなり変わってしまいます。それでバラバラになったものをまた細胞培養の中でまとめて見ていこうということで、今は3次元のオーガノイドカルチャー、オーガノイドっていうオーガンに臓器に似せた環境の中で接触面を増やすことによって
培養することによっていろんな認識をしようっていうのが一つ出ています。それからがん細胞やなんかではむしろ血液中に流れてるサーキュレーティングトゥモールセルっていう CTC っていうのを分離して1個の細胞で見ようっていうシングルセルアナリシスっていうのも進んできています。ですから、これからやっていく講義の中で、まあ、生化学的な方法と細胞培養の方法というのが、まあ、やられていくっていうことになると思います。今日の講義ではまず今まで50分ぐらいでいろんなやり方を、まあ、ご説明してまいりましたが、何かこう質問とか考え方とかでご意見ありません。私の方から聞きたいのは、神谷先生は今週あれでしたっけ、あの脂質の力場、アメリカのどういうことを今脂質の集合の予測、分子動力学の、はい、シミュレーションで、はい、力場というものを、はい、使いますけど、はい、脂質の力場に関することを報告する。それで、まあ、分子動力学で計算するときは脂質のこう二重層っていうのがあると、まあいろいろとあの二重結合なんかあると曲がったりコレステロールみたいなのが入ると変なんだったりしますが、私にとってすごく難しいと思うのは縦方向は n が2ですよね。横方向は n がもうすごい数になって極率を、こういう問題はどうやって解かれているんでしょうか。その状態を分子動力学のシミュレーションでは、はい、そのまま原子レベルが扱いますので、はい、たくさん原子があるとすれば自動的にミセルを作る条件も決まっていくと、ね、と空論力とかファンデルワールス力はどういうふうに扱うんでしょうか、計算。はい、その脂質分子一つ一つは、はい、たくさんの原子で構成されているわけですけど、はい、その原子間に働く、はい、相互作用、それを一つ一つはそのコンピューターの中で全部計算して求めて、今一番こう分子動力学で脂質の計算で問題になるのはどういうところでしょうか。そのいくつかの力場というのが、はい、はい、それぞれ特徴というか、はい、得意不得意のものがあって、はい、過去のものは、その脂質二重膜の、はい、物性というのを、はい、うまく表現できていなかった、はい、再現できていなかった、はい、で脂質分子一つあたりが、膜の表に占めるその表面積だとか、はいはい、いったものが表面、はい、最近になって力場も改善されてきて、物性も、よく再現できるようになってきてるんですけど、まだ課題もあって、でそれを藤谷先生の私もやったその、研究で改良してきていて、で力場としては改良されたものが改良っていうのは具体的にやってるのはもう例えばファンデルワールスだったら、まあ、10のマイナス6、10の6乗ですかまで計算しちゃうっていうことですかね。多分今まではなんか計算しないでなんかある程度置き換えちゃうっていうやり方をやってたのをもうコンピューターパワーを入れて数値計算しちゃってき出しているという、どちらかというと私の持ってる印象ではシンギュラリティに近いようなところが下から積み上げでどんどん来て、それで精度がもうめちゃくちゃ上がってくると。だから今まで超分子構造というと複雑だから計算できない、ミセルは計算できないみたいな感じがあったかと思うんですが、ミセルやなんかのところをもうちゃんとその複雑な計算もかなり
精度を上げちゃうという理解でよろしいですかね。量子力学、量子科学に基づいて、力場のパラメータを決めていくんですけど、そういった精度の良い力場が自動的にその脂質の性質を表してくれるという。我々にとってはむしろ嬉しいことでして、原理が分かんなくてもちゃんと計算してくれるよねっていう原理を考えてくださる方がいるので、どんどん計算予測の精度が上がると、逆にシンギュラリティ以降の生命科学は生命科学者が創造性を発揮できるように力を使える場が増えてくるんじゃないかという気がしますね。ただすごく難しいと思うのは、この脂質で違う分子が混ざってたりっていう計算をやるときに、やっぱりどういうスタートで演算を始めるかとか、そういう問題はいろいろ出てきますよね。そうですね。ですけど基本的にはいろいろな、コスファチルエタノラミンでも、はい、コスファチルコリンであって、はい、統一的な、はい。そうしたらもうランダムに置いたりして、どういうふうになっていくかを時間発展で見ちゃえばいいと。やっぱりそうすると、脂質膜の問題っていうのが我々見てると一番最後まで残るかなとずっと思っていたんですが、それもだんだん計算科学に乗ってくるっていうとちょっと覚醒の感がありまして、私自身は最初血液中の HDL っていうコレステロールを運んでいるハイデンシティリポプロテインっていうのを生成するので始めて、酒井先生なんか LDL からいろんな始めた世代ではないかと思うんですが、そういうものはかなり計算に近いところまで降りてくるかもしれない。 HDL とか LDL は、HDL は今結晶を作ったりドラッグデリバリーとしても一番使われる道具になってますが、そういうものが計算科学として手が届くところにだんだん近づいてくるという時代になってきていて、だんだんこう生命の語るの物理科学の言葉を駆使できるところが増えてくるという嬉しい時代が来ているという。ですからシンギュラリティが生命科学者がやることがなくなるというよりはむしろ増えていってるというような感じがいたします。あと何か今日の講義のところの方法論のところで質問とかありますでしょうか。はい、一番最初のエピゲノムのところの、はい、を繰り返すフィードバックとか、はい、アメレブレベルの、はい、もう一度、はい、仮説というか考え方を、はい、要するに生物の進化が起こるときに一番最初に起こってきた、やっぱり生命の恒常性を保つのに一番いいのはネガティブフィードバックですよね。だから糖が高かったら糖を作るのを減らせばいい、糖が減ったら糖を作るのを増やせばいいっていう、だからある時間とともにこう消費されて減っていくものがあったら、それを合成するのを増やしていく、それで増えていったらまた止めて自然源に戻してまたっていう、ですからやっぱり自然に減っていくようなベクトルがある中で合成というのをやるとすると、こういうふうにフィードバックを作っていくということをやっていけばいいというのがあると思います。ところがですね、この繰り返しをやってるうちに一番問題なのはサーモスタット、要するに制御っていうので、どこまで行ったら切り替えますよっていう、このレンジを変えるところがいりますよね。それでジェネティックのレギュレーションで一つのタンパクの何でもいいです、糖がくっついたら変形するタンパクがあれば、その糖の濃度に応じて変形して、こっちは糖が多すぎると働かなくなる、こっちは糖がないと働き出しますよっていう設定で制御すればいいですね。ところが周囲の環境が糖がすごく多いところに行ったり、もしくは糖がすごく少ないところに行ったらば、この設定値自体を変えた方がいいという、そういうだからレギュレーションのメカニズムを
変えた方がいいということが出てきます。そうするとエピゲノムみたいなものが出てくるのは、これがもし頻繁にその状態が変わって、ある時はここのレンジで制御してほしくて、ところが外でいっぱい増えちゃってるからもっと低いレベルで制御したいというと、制御系自体をスイッチングした方がいい。エフェクターじゃなくて制御系をスイッチングした方がいいという、これが適応の本質ですよね。ですからもともと適応の本質は時間軸問題だと思っています。レベルが違うのをある一定の短い時間だけやるんであれば、淡白で非常に淡白だと30分ぐらいでこうスイッチオンオフがリン酸化されて脱リン酸化されるの。ところが DNA のメチル化とかなんかだと、一つの例えば細胞が2週間生きるとすると2週間ぐらいで設定を変えていった方がいいようなものがあった場合には、 DNA のところのこの遺伝子の動く仕組み自体の、だからここで配列ベースでやった方がいいものと、それから制御の仕組み自体をスイッチング、ここの全体の制御系自体を変えた方がいいという、だからエピゲノムというのは制御系のスイッチング、それで、ところが制御系っていうのは一つ変えると他のも変わんないとバッティングしちゃいますよね。だからもうちょっといくと細胞の性質を変えた方がいいっていう、だから制御系がいくつか合わさって変わっていくと、今度は細胞の分化っていうのが、ですから今まで多細胞生物において細胞が分化するっていうのは、なんかある程度プログラミングがあって自動的に変わっていくみたいなイメージで考えられていますが、それはちょっと違って、ランダムに起こっている適応現象の中で一番適応に適したものが選ばれてきたという可能性が強いんではないですかと。それで制御系が重なってっていう、その重なったコンフリクトしながら、まあ、どの制御系がどの程度働くかっていうのが変わっていくと、少しの安定的な状態が細胞分化ではないかと。だからその細胞分化っていうのも実は崩れやすくて、崩れるとがん化したりアポトーシスしちゃったりするというふうになるんじゃないかというモデルで考えた方がいいんではないか。だから全部適応現象の中として考えていった方がいいんだ。ただ時間軸が違って、一番短いのがタンパクレベルの変化で、次に出てくるもうちょっと長いのはエピゲノムの変化だけど、エピゲノムの変化っていうのはバラバラに起こられると細胞全体にものすごく影響がありますから、エピゲノムのセットを選んだというのが細胞分化といわれる現象ではないかっていうのが今のモデルです。ですからスイッチングに3つぐらいのレベルがあって、タンパクレベルのフィードバックで終わるものと、遺伝子を巻き込むフィードバックを切り替えるエピジェネティックなスイッチングと、エピジェネティックなレベルのいろんな制御系の重なり合い全体を制御する細胞レベルの分化っていう3つぐらいのスイッチングのレベルを考えておくと、すごく分かりやすいんではないかというふうに、まあこれは仮説的なものですが、そういうふうにして生物の重層性があるんではないかということ。大体1時間になりましたので、今日の講義はこれで終わりまして、次のところは主に今日の続きで、ポリマーのサイエンスですね。ポリマーと膜っていう、そういうものですから、長くなるポリマーとたくさん集まる脂質、それの話が次回のポイントになると。今日は一応ここまでです。どうもありがとうございました。